1勝4敗となった補欠内村、レギュラー復帰の条件は5勝4敗。もう一つも負けられない。このまま屈辱の日々が続くのか、はたまた返り咲けるのか。内村は残った4人と対決すべくレギュラーメンバーを呼び出した。ねえ、おなんだ、洗ってやんの。本当にようこそお越しいただきました。ありがとうございます。ようこそって何だよ。言っとけどな、はい、お前昨日1勝4敗なんだよ。一回千秋に勝って、こんなちっちゃなやつに勝つだけなんだよ。はい、それはあと全部負けてんだよ。もう次負けたらもうロケ自体も本当に終わって結構なんで。当たり前だよ。当たり前だよ。うちよ。手間取らせんなよ。あ、いよいよですね、こういう形で崖っぷちに追い込まれたわけなんですけど、ナムラさん次は誰を。もうじゃあね、ええ、さっさと終わらせもん、うん、かっちゃん。俺、いや、俺っすか。モテないブラザーズ対決。何が得意なんだよ。聞こう聞こう、何が得意なんだよ。舌がここに届くこと。まあこれ勝負に関係ないけどね。勝松さんと対決というとどういう分野でいきますか。そうね、まあ、かっちゃんの特技言ったらやっぱピアノでしょ。早かったもん。俺は大体のことを予想したら朝から屈伸とかしてたんだよ。何が動くと思って。動く動く指が動くね。あのさ、先生呼んであります。先生といえばあの人、そう、服部先生。勝又とはピアノ対決。服部先生指導のもと、課題曲を短時間でマスターし、ミスなくより美しく弾けた方が勝ちとなる。早速課題曲を模範演奏。両手だ、両手だよ。汗すっごいかいてますよ。おひつじ座のあなたはドクターコパラ。でもある程度これ難しいから、うん、少しどうします、練習の時間設けますか。少し、うん、速攻は無理でしょ。だって2ヶ月くれ、2ヶ月。そんな難しくないじゃないかお前これ。じゃあこれは最後に回しますか。あ、それまで今日一日練習しといて。かわいそう。その前に誰かが破ってくるやつ。怖い怖い。そうだそうだ。そうだ。次はじゃあ、アリゾ。おお。これからドーバー目指してる、はい、ね、仲間ですから。はい。25km 遠泳。25km。ドーバー渡れんじゃねえかよもう。25m。はい。有野とは水泳対決。25メートルのタイムトライアル。ドーバー部員としての実力が試される。エースですからね、勝たないとね、どう考えてもな、はい、負ける要素がないんですよね。負ける要素がない。これはもうエース対部長の意地の対決です。この輪の中にですね、はい、勝間さんの姿がないんですけども、 あれ、あら、あ、出た。ELT がいるよそこに。最後の対戦者勝又はプールの片隅で早くもピアノ練習に打ち込む。そして水泳対決を前に、有野と内村は10分間のウォーミングアップ。泳ぎがやっぱりあれだな、水に乗るな、やっぱ。おお、あんまり波が立たないじゃない。もう無駄がないよ、おい。一方ウォーミングアップ終了です。おお、いよいよ戦いです。エース対部長。果たしてここで勝負がつくのか。崖っぷち内村、意地を見せるか。対してエース有野、25メートル対決参ります。よーい、フライング、フライング。これは大きなハンディキャップだ。絶対に勝ちたいと気が流行る有野。5分間の休憩後再スタート。真剣な有野を見て内村の顔がこわばる。さあいいでしょうか。仕切り直しです。有野、行け。
この状況下でも内村光良に声援は一つもありません。まさにアウェーの戦い。25メートル水泳対決よーい。あーあー、いいスタートだ。いいスタート来た。さあどうだ、どうだ、あるのか。やっぱり部長ですね。おおいい。でもさ、ちょっと部長顔が青白くなってて、酸素が回ってない。まだ大丈夫ですよ。内村なんとか2勝目を挙げた。次の相手はビビアン。当然彼女の得意なもので対決。それはボーリング。ワンゲームの得点で競う。2人とも一等の練習もなし。悪い悪いけど今日真面目にやるからごめんなさい。なぜならもう彼女脱いだ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 締め直した。意気込みがさっきとだいぶ変わった気がする。彼女はね、もう今日はこれでロケを終わりにしたいと。みんなの頼むもあるし、だから頑張ります。うちはね、かっちゃんまで持っていかれたらね、やばいと。それはまたなりました。やっぱりまだ右手だけですから、あの負けても俺ね勝てるから大丈夫ですよ。おビビアン楽しんで、違う違う、勝てよって、勝てよかかってるよ。僕が最後のロケまでいると思ったら大間違いですよ。おーおーよし、さあ行けよし、頑張れ。いきなりプレッシャーをかけるか。さあいよいよ行きましょう。プレッシャーかけるか。1投目、さあどうだ。おおいい軌道を描いたが、ちょっと右だ。ごめんね、レーンを読んでな。久しぶりだから。スペアを狙う技術が分かります。ビビアンの技術はどうだ。いいか、来た来た、スペア恐るべしビビアン。ビビアン、いきなりスペア、プレッシャーがかかりました。補欠があります。初めて見た。さあここでどうする。内村君、細かい作業はね、苦手なの。苦手、うん、ということはオールワナスイング。いきなりいった、いきなりいった。一本だけ。あれなんだ。先生まで笑ってる。もうガサさん、電源オフっちゃっていいんじゃないですか。指折っとこ。いやいや、第2フレーム、好調かと思われたビビアンに内村すかさず挽回のスペア。相当気合入ってますか。その後一進一退の好ゲームとなった。台湾ドリーム。また逆転だ。無様だ。うまい、これはどうだ。逆転。スペアで逆転。試合はもつれ、第9フレーム終了時点でビビアンわずか2ピンのリード。勝負は最後の第10フレームで決まる展開となった。現在ビビアンが9フレーム時点で117、内村さん115、ビビアン2ピンのリード。そして10フレー勝負。いや、1、2、3、ドン。ごめんね、真面目にやるよ。ビビアン、ストライクを取れば限りなく勝利に近づく。来た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 来
取らないとやばい、これを取らないと。3本目投げれないから。これ取ってこれ。うるせえよ。うるせえよ。アマル君、これスペア取るの重要ですね。これスペア取らないとやばいんですよ。はい、次1投投げれませんから。どうやばー。内村さんはストライクかスペアでなければビビアンのスコアに届かない。達者運命の一投だ。内村ストライクで勝ちをもぎ取るか。これ取らなかったらビビアンの勝ち。スペアで勝利確実、ミスなら負け。ここで勝負が決まることを祈る勝又、運命の一投となった。外れろ、肩外れろ。よっしゃー、どうだ。内村、ミスなら負けが決まってしまう、運命の一投となった。外れろ、肩外れろ。よっしゃー。内村勝利をもぎ取る。内村勝った。内村勝った。汗かいたよ。なんて言うんですか、昨日勝負終わってよかったですね。今日はマジ勝負が続くから。嫌な流れだな。かろうじて生き残った内村、次の相手は天野。内村にとって大きな壁となるか。第8戦は聞き酒対決。先に10種類のお酒の名前を順番に全て当てることのできた方が勝ちとなる。途中で間違えたら並べ替えて最初からやり直し。有利な先行は当然レギュラーの天野。聞き酒をやり始めてお酒とか飲むようになったんですよ。よっ、で赤ワインダイエットにも成功しましたんで。かなり適面だったんでもう大丈夫です。酒はとにかくもう後がないんで、はい、心して頑張り、よろしくお願いします。失礼だ。なんか一層ですね、なんかシルエットが小さくなってきてるんですけど。もう一人の補欠がいますけど。今日のだけ僕全然面白くない。さあ、それでは天野くん、はい、先行でございます。よし、当てちまえ一発で。頼むよ。よし、内村さん本気でいきますよ。さあスタート。この花です、魔法の花。きたーきたー。一発でから顎が外れる。ラムダッチャ正解。職人の目、色付きだ。色付きの女でバーボン正解。出た、滝落とし。青森失敗。残念。キャンシャッフルシャッフルタイム。お酒の並べ替えが行われる。このゲームは飲めば飲むほど苦しくなっていく。いよいよ高校復活をかける内村照良の登場であります。いきます。はい、一発目。日本酒正解。拍手が起きた。答えがいないっすね。飲んでる飲んでる。俺か。紹興酒正解。バーボン正解。これはこの調子でいくか。お願い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 。芋焼酎正解。出した。やべえ。ブランデー正解。気合十分の内村、クリアが続く。6つ正解、残るは4つ。さあ残り4つ。ただこっから透明4連戦。ウォッカアウト。おい、ちょっと待って、ウォッカじゃ
来たよ、これ。くっせえだけだ。くっせえだけ。紹興酒。アウト。本命が2発続きます。どうなんだ。芋焼酎。アウト。シャフ。負けばっかの人生と収まるな。負けばっかりだ。ジン。アウト。イエーイ。ゲーム開始から1時間、2人とも相当苦しくなってきた。コーナーなのであります。色付きやろう。ブランデー。おー、セーフ。正解です。ブランデーの後。あー、これくっせーな。日本酒。セーフ。正解です。やるなー。おい、実験みたいな味がするな、これ。あ、いや、鼻入っちゃった。痛い痛い。粘膜だ。それで分かれ、それで分かれ。痛い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 。ジン。正解。やるぞ。すいませんね、内田さん。行っちゃいますよ。来たー来たー。タオルを噛んだ。ラム。正解は芋焼酎でございました。芋か、これ。やろう。何を持ってんだよ。芋かよ。何を持ってんだから、芋だから。よし、もういける、次いける。大丈夫、分かった、もう。頑張って。あ、はい。次はクリアできると豪語する天野。内村にプレッシャーが。バーボン。正解。芋焼酎。正解。透明に今一つ弱い。ゲーザンコーク。なんじゃこりゃ。全く手がかりがないようだ。ウォッカ。正解。一つ山をクリアした。ねんなよお前たち絶対。シェリー酒。正解。リズムが出てきた。5つ目。いい調子になってきた。ラム。ピンポーン。正解。ピンポン。正解です。1,2,3,4,5。そして6つ目。紹興酒。正解。最後のチャンスか、内村クリアなるか。残り4つ。なんで左に。左手の拳は何だ。入ってるな。泡盛。正解。さあ、あと残り3つだ。勝又引き出した。勝又は左を大きく引き出してる。日本酒。正解だ。残り2つだ。左手で小さなガッツポーズをきた。ブランデー。正解。勝又ももう見てない。執念で勝ち続ける内村、レギュラー復帰まであと1勝。次はいよいよピアノ対決。この戦い、勝俣は朝からすでに7時間以上練習を続けてきた。一方、内村に許された練習時間はわずか1時間。大きなハンディを乗り越えられるのか。どうなる補欠内村、全ては次週なんちゃんの何で。ちょっと一回見ないと分かんないな。マジかマジかな。それではご紹介しましょう。まずは勝俣邦和さん、お願いします。着替えてる。すごい。こんにちは。
3つぐらい間違えて。補欠内村、この演奏に全てをかける。いよいよ運命の瞬間であります。さあ果たして勝利を飾ることができるか、ご紹介しましょう。補欠内村照義。レギュラー復帰なるか、この演奏に全てをかける。地獄か、いよいよ結果発表。全体的な好評を言いますと、あの音から言うと内村さんが、あの内村さんの方が音は綺麗でした、
勝間さんの方がちょっとやっぱりまだ硬い。ところが、うん、後半に行った時にここで止まりましたよね、はい、2回止まりました、はい、でこれで内村さんが減点、それから勝間さんが音抜かしましたよね、ここね、はい、両方とも減点がそれぞれあるということですね。手では全くの減点法でいくと五分ですね。五分おい引き分けするよ。まあまずみんなまずいでしょう、昨日今日思って、うん、内村君がレギュラーに戻った方がいいのかどうかっていうのを我々が判断しようと思った。えらいポジションだったぞ。いいんです、僕はもうどっちでもいいです。もう公平に評価してください。補欠でもいいの？ええ、いいです、構いません。そうなんだ、いいんだ、入れてください。はい、ということは9人中5人の手が上がった時に補欠内村レギュラー復活と。はい、目をつぶってください。内村さん、決して見ることなしでお願いします。はい、補欠内村照義レギュラー復活を許す方挙手お願いします。あげなかった人っているんですか？います。バラすなよ。一人だけあげませんでした。そんなやついんのかよ。誰だよ。悪い。あのうちとか。え、うちって呼ぶやつですか？え、でもとにかくね、うちら君が帰ってきてくれた方がいいと、うん、はい、というのを過半数超えたんで、それは約束通り、迎え入れたいと思います。そうですね、ありがとうございます。ようこそ。さあ、来いよ。親父に言われたからな。頑張れよ。いいよね。ちょっと来い。なんでだ。お帰り。ってあげてないだろ。まさかそんな。だってとんでもないですよ。俺こいつがいたのに俺書き込みやってやりますよ。そんなやつ。本当にあげた？本当にあげ、本当にあげた？聞き直して。俺らもさ、気持ちが一つにならないと気持ち悪いからさ。はい、まあ、一応誰かポロッと言ってもらおうよ。カモラさん誰ですか？ウドちゃんです。混乱の中、内村、なんとかレギュラー復帰を果たした。